皆さんこんばんは、ジョー横溝です。今日はですね、元春 TV ショーという形で僕が佐野元春&ザ・コヨーテバンドの魅力を皆さんにお伝えしていこうと思っております。まずなんですけど、佐野元春&ザ・コヨーテバンドの皆さんがですね、都内某所でミュージックビデオの撮影をしているということで、そちらの方に潜入してそのレポートをお伝えしたいと思っております。どうやら今日は新曲のミュージックビデオを撮影しているということですので、皆さんにひょっとしたら、音の方も届けられるかもしれません。今日はそれだけではなくて、番組後半はですね、こちらの方にスタジオの方に佐野さん、そしてバンドの皆さんが来てくれまして、トークセッションも繰り広げてくれます。そちらの方も含めまして、最後まで元春 TV ショー楽しんでいただければと思います。それではまず、その都内の某スタジオにジョー横溝さん、私が言ってることになっておりますんで、そのスタジオにいるジョーさんをお呼びしたいと思います。ジョーさん、よろしくお願いいたします。元春 TV ショーをご覧の皆さん、こんばんは、ジョーです。さて、今日はですね、都内某スタジオなんですが、佐野元春&ザ・コヨーテバンドの皆さんが撮影をしているということで、そこにですね、突撃レポート行きたいと思っております。カメラさん、ついてきていただいてよろしいでしょうか。さあ、この扉の奥で今撮影が行われているということで、手前にはね、佐野元春様という、機材のこれ、名前が入っているやつがございます。この扉の奥で現在撮影中というふうにだけ聞いております。ちょっと窓越しに見てみたいと思うんですが、カメラさん映ってますかね。佐野さんが今マイクに向かって歌っておりますね。後ろにコヨーテバンドの皆さんもいらっしゃるみたいです。これ扉開けちゃってもいいんでしょうかね。スタッフ OK と言ってますので、ちょっと扉開けてみたいと思います。わ、音が流れてきてます。大丈夫ですか、これ入っちゃって。じゃあカメラさん、どうぞついてきてください。入ってみたいと思います。今都内の某スタジオなんですが、おそらくミュージックビデオの撮影の真っ最中だと思いますけど、これ分かりますかね。今ドローンが飛んでます。そしてものすごい、カメラを持っているスタッフの方もいらっしゃいますけども、こんな風に撮影が行われていますが、曲の方皆さん聞こえますか。おそらくこれ新曲だと思います。僕も今初めて聴いている曲なんですけども、皆さんもおそらく今初めて耳にしているんだと思いますが、ミュージックビデオの撮影行われております。コヨーテバンドの皆さんもですね、今演奏しているんですが、これせっかくなんでちょっと演奏の方をここで聴いてみたいと思います。はい、見ていただいているシーンはこの照明がとっても印象的なんですけども、その中ですね、佐野さんと、コヨーテバンドの皆さんが今ちょうど演奏が終わったところです。ドローンの音が僕の方まで聞こえてきますけども、大きな声で喋ったら怒られちゃうのかな、これ大丈夫なのかな。カット。さあ、カットかかりましたんで、もう今日はレポートさせていただくということなんで、佐野さんの方に近づいていこうと思います。今監督さんですかね、方が佐野さんの方にちょっと近寄っていきました。バンドの皆さんともちょうど佐野さんがお話ししているところですけども、これでおそらく撮影の今映像を佐野さんがチェックするところだと思います。佐野さん、真剣な表情で打ち合わせをなさってますが、今聞いてもらったサウンド、皆さん初めて聞いたと思います。おそらく新曲ということになると思いますが、コヨーテバンドの皆さんもいらっしゃいます。どうも深谷さん、ゲイさんも、小松さんも、ミキさんも、そして新さんも、俊介さんも、ありがとうございます、ありがとうございます。こういう感じでミュージックビデオを撮影しているんですけども、今佐野さんと、今 OK サインが出ましたんで、ちょっとせっかくなんで佐野さんにお話を聞かせていただいてよろしいでしょうか。はい、佐野さん、どうも久しぶりです。どうもです、よろしくお願いします。こんな感じですね、実践的にはこんな感じでございます。今ミュージックビデオの撮影中ということでよろしかったでしょうか。はいはい、これ初めて聞いた曲なんですけども、はい、新曲です。新曲ですか。はい、新曲ですか。まさかタイトルとかも決まっていたりとか。エンターテイメント。エンターテイメントですね。そのままズバリエンターテイメント。そうだね。わお、そうですか。今日はミュージックビデオの撮影ということなんですけども、コヨーテバンド、ザ・コヨーテバンドの皆さんですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわー、皆さん衣装バッチリ決まっておりますけども、佐野さんの方も衣装しっかりとお召しになって、はい、久しぶりのミュージックリップだから、はい、しっかり
取ろうということで。そうですか、はい、今あの監督さんと真剣な打ち合わせしてましたけど、はい、結構佐野さんもこのミュージックビデオのディレクションに関しては、まあ大雑把なところだね。僕らこんな気持ちで演奏するので、それをいい形で撮ったっていうような感じです。なるほど、はい、今までね何本もミュージックビデオを撮ってきたと思うんですけど、はい、やっぱり楽しいもんですか、ミュージックビデオの撮影っていうのは。そうだね、特に新曲の披露になりますから、僕らこうしてバンド集まって演奏するのは初めてなんだよね。あ、そうか。そう、スタジオでレコーディングはしてるんだけど、はいはいはい、実際こうやってパフォーマンスしながら歌うのは初めてなんで、はい、なんかすごい楽しい。これもパフォーマンスしてる時っていうのは、もしかしたらライブで披露することをちょっと意識していたりとか。もちろん。そうですか。もうそこに100万人ぐらいいるような感じで演奏してましたさっきあのドローンも飛んでましたけど。あ、そうだね、びっくりした。びっくりしますよね、はい、気になりませんでした、大丈夫ですか。まあ OK って感じ、 OK って感じですかいや、もうミュージックビデオにドローンがね出現ということなんですけども、今日はまだまだミュージックビデオの撮影が続くということですので、はい、私の方はここで一旦失礼させていただこうと思っておりますので。分かりました。この後も撮影の方皆さん頑張ってください。ありがとうございます。というわけで私はじゃあこれにて退散したいと思います。佐野さん頑張ってください。失礼します。いや緊張しましたね。佐野さんのミュージックビデオの現場に入らせていただきましたけど、スタッフの方もたくさんいらっしゃいますけど、ドローンはどこで飛ばしてたんでしょうね。むちゃむちゃ気になりますけど、ドローンスタッフの方もいらっしゃいます。はいはい、よ、じゃあスタジオの方の外に出たいと思います。はい、いやミュージックビデオの撮影現場、しかもね新曲ということですので、ちょっと音も聞かせていただいたわけでございますけども、エンターテイメントというとてもシンプルな内容なんですが、歌詞の内容をそば立てて聞いていたら、なんか今の時代を予見していたような内容になっておりますが、実は元春 TV ショー、この後ですね佐野元春さんとメンバーの皆さんをスタジオにお呼びして、しっかりトークもしていこうと思ってますので、詳しいお話はまたそちらのトークショーの方でも楽しんでいただければと思っております。というわけで今日はですね、都内某所で行われております佐野元春さんの新曲エンターテイメントという曲なんですが、そちらのミュージックビデオの撮影現場にお邪魔いたしました。というわけでスタジオにいる僕にお返しします。ジョーさんよろしく。さて元春 TV ショー、再びスタジオに戻ってきました。ここからはなんですけども、ミュージックビデオを撮影中の佐野元春&ザ・コヨーテバンドの皆さんをゲストに迎えまして、いろんな話を聞いていこうと思っております。それでは早速紹介させてください。皆さんお待たせいたしました、佐野元春&ザ・コヨーテバンドの皆さんですさん、そしてコヨーテバンドの皆さん、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどはミュージックビデオの撮影中にもかかわらずお邪魔させていただきました。ありがとうございました。こちらこそ。新曲のミュージックビデオという、そうですね、ことなんですけど、はいはい、タイトルの方がさっき発表になりましたが、そうですね、改めましてエンターテインメント、エンターテインメント来たわけでございます、うん、短いズバッとしたタイトルなんです。そうですね、まあレコーディング自体は今年の1月にあって、曲は、去年書いたものですね。そうですか、うん、さっきちょっとこう歌詞の方をじっくりこう聞いていたら、はい、なんか今の時代をちょっと予感してるような予見してるような内容でもあったんですけども。ああそうですか、はい、うん、まあ、しっかりシングルでリリースするので、うん、はい、あの皆さんにはしっかり聴いてほしいなっていう曲ですね。そうですか、はい、もうリリースをするということは決まっている。決まってる。4月の22日、はい、というおめでとうございます。もうリリースの方は決まっているということですので、皆さんそれ届くのは楽しみにしていただければと思いますけども、でもこうやって改めてですねスタジオに皆さんが揃うと、うん、ものすごく迫力があるんですけど。あ、そう。これあれなんですか、例えばレコーディングが終わったりとか、はい、それからツアー中でライブが終わったりとか、みんなでご飯に行ったりとかすることってのはあるんですか。あるよ、もちろん。 あるんですか、うん、おライブがはけて、はい、でみんなで食事に行く、およくあります。そうですか、はい、ちなみにそれどういうところに行かれるんですか。なんかイメージだとイタリアンレストランとか。いやに限ったことはないけれども、はいはい、大体各種のプロモーターがいいとこ紹介してくれるので。なるほど、まあ、僕はそれに乗っかるって感じ。佐野さん好きな食べ物って何かあるんですか。僕はね和食好きです。和食が好き、はい、あ、じゃあせっかくなんでコヨーテバンドの皆さんにも好きな食べ物を聞いてみたいと思うんですけど、深沼さんなんか好きな食べ物っていうの。いやそんなにいつも佐野さんのツアーで、とても品のいい美味しいお店に連れて行っていただくんで、だんだんジャンキーなもの食べたくなるんですよハンバーガーとか、ね、そういうものがね、そういうだんだんそういうのが食べたくなるんです。そうですか、うん、俊介さんは。僕は
一番好きなのはカレーなんですけど。カレーが好きなんですか。まあでもカレー好きなんです。一人で食べるときはカレー結構毎日食った別でも飽きないかな。あ、そうなんですか。うん、じゃあライブの前も楽屋にカレーが届くとかそういうことは。いや、そこまではしないんですけど。そこまではない。でもいろんなカレー屋さんが日本中ね、まあ、増えてるんで。そうですか。行ったりします。アキさんちなみに好きな食べ物。ここ 1,2 年で急速に食 の, あの体質が変わったというか。そうですか。蕎麦にはまりまして、ね、最近。でも普通にまああのなんか駅前の蕎麦とかなんですけど、立ち食い蕎麦的な、今まで全然食べなかったのが、ツアーとあんま関係ないんですけど、関係ないですけど、ね、すみません、大丈夫でございます。スパムさん、なんか好きな食べ物ございますでしょうか。僕はもう一択ご飯です。ご飯、はい、白飯が好き。白飯です。はあ、そうですか。でも、ね、食に関しては何といってもこの二人。二人そうですか。いや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 。僕は清水さんなんかでも料理もなさいますから。いや僕、はい、作るのは好きなんですけど。あ、でも僕あのツアー中で限って言えば。あのその土地土地の地元の人が食べる B 級グルメが好きです。あ、なるほどね、はい、それは楽しみですよね、うん、はい、楽しみですね、小松さんはなんか。僕はね全然作りはしてないんですけど、もう食べる専門で食べる専門あの僕あと なんつうんだろう、食べることを考えることが好きなんですよね。あ、そうなんです。なんで僕あの食べログってあるじゃないですか。はいはいはい。食べログの行きたいリスト7000件以上あります。これおかしいですよ。行きたいうちに行けないじゃないですか。そうなんですよ。あの逆にあのある町に行って行きたいとこどこだっけなと思うとありすぎて、どこ行きたいのか分かんなくなる。で逆に佐野さんに連れてってもらうぐらいがちょうどいい。そうなんです。そうです、はい、こんだけ今好きな食べ物出ましたけど、うん、ツアー回るときはまたリクエストに応えなきゃいけません、うんうん、そうだね。まあ僕は困ったときには焼肉にしてます。焼肉、そうですか、うん、ってことは皆さんと焼肉に行ったことも。もちろん。何話すんですか、そういう打ち上げとかで。何話すってね、たわいもないことだね。ああ、そうですか、うん、あのテレビ見てるとか、あの映画見たとか。いや、もっとたわいない。昨日何時に起きたそんな話をお酒を飲みながらお肉を食べながらみたいな、はい、まあ、ライブの疲れを癒すにはちょうどそれがいいのかもしれませんけど、ね、はい、さあさあ、コヨーテバンドの皆さんとも実は佐野さんはもう15年一緒にやっている。今年はね、あのなんと僕たちコヨーテバンド結成15周年目ですね、はい、そう。だから本当に僕たちはね、こうライブハウスから、うん、からホールに行って、うん、そしてスタジオアルバムも4枚残してきてるので、はいはい、15年間しっかり仕事してきたなっていう感じ。今日はせっかくなんでその歴史を簡単に紐解きながら、うん、何か当時のエピソードなども、はい、聞かせていただければと思うんですけど、そもそもその始まりというのは3曲入りの EP 星の下、道の上。そうだったね。これがまあコヨーテバンドとの初レコーディング。初レコーディング、うん、2005年の秋というふうに聞いているんですけど。そうなんです。でこの当時のメンバーはまだ、全員揃っていなくて、深沼さんと小松さんとそれから清さんの3人だった。そう、で僕含めて4人バンドでした。ということですね、はい、これ佐野さんが声かけたんですか。そうなんです。お、まあ、それまで、前のバンドがあったんだけれども、なんか新しいサウンドに挑戦したいという気持ちがあって、でずっと、ね、バンドメンバーを探していて、うん、で彼らに声かけて、うん、ただ一緒にやってくれるっていうので最初のレコーディングがすごい嬉しかった。そうですか。福山さん、佐野さんからお声掛けがあった時ってどんな感じだったんですか。どんなお気持ちでした。そうですね、やっぱりもちろん佐野さん、それ以前にも、まあ、僕が前に96年か7年ぐらいに、はいはい、一郎バンドでフルーツの時に水上バスに乗ってて、一郎ご一緒させてもらったことがあったので、はい、とはいえ何どういう風にやるのかもまだ全然分かんないですから、行くまでどんな曲なのかも分かんなくて、ね、行ってじゃあみんなでこの曲をやろうみたいな。そういう感じなんですね。こうやってやっていくのか、あ、でも、まあ、あの小松君にしてもね、はいはい、清志君にしても、はい、まあ、長い付き合いで彼らと演奏すること自体がすごい楽しみだったし、うん、なるほど。でそれで佐野さんの楽曲をやっていくっていうことですごいやっぱ興奮しましたね。やっぱ、そうですか。みんな僕たち出会う前にそれぞれみんなバンドを持っていたし、バンドマンだったしね。例えばプレイグスであったり、はい、クレットツリーであったり、はい、ノーナリーグスであったりね、はい、だからそうしたところのあの精鋭たちが集まってくれたっていうイメージが僕あった、うん、だから最初の星の下道の上っていうロックンロールなんだけどね、僕、はいはい、うんうん、まあ、たちのバンドとスタートを切るにはあのいい曲かなと思って書いたんだけど、うん、もうスタジオ入って一発目音を出した時からあ OK って感じだった、はあ、もう一発目から OK、うん、音を出した瞬間分かった。そういうもんなんですね、はい、佐野さん的にはなぜまたこのお三人に声をかけようという。いや彼らプレイビリティ高いし、もう素晴らしいしという、特に90年代以降のオルタネティブな世代なので、うんうんうん、まあ、聞いてきた
曲も僕と似てるところが、あったんですよね、うんうんうん、だから一緒に演奏したいなと思った。なるほどね。そして、最初のですからアルバムとしてはこれになるんですね。そう、はい、レコーディングがコヨーテということになりますけども、はい、これレコーディング当時の思い出とか何かエピソードか覚えてることありますか。今まで、うん、試したことのないアイデアが、うん、佐野さんからたくさん出てきましたね。まあ、本当に細かい技術的な話になるんですけど、まあ、例えばスライドギター撮るときに、はい、弦の1弦と2弦を同じ音にしてスライドするといいよとか、なかなか他じゃ知ることのできなかった、みたいな、かなり常識では考えられないようなことがたくさんあって、やってみたら確かにいいんですよね。おー、そうなんですか。すごいね、そういうのがね楽しかったですね、一つ一つが。あとやっぱりまあ自分が今までそんなにこう気にしていなかった、例えば曲のテンポであるとか、テンポがこう例えばね、132とかまでが自分にとってのテンポだったんですけど、132.いくつって佐野さんがこうエンジニアの方に言った時に、あ、それさらに細かいところがあったのかと。ということですよ、佐野さん。そうね、いやテンポは大事です、まあ、もちろんテンポは大事だと思うんですけど、だから僕も今までテンポが大事ってうっすらと思ってはいたんだけど、はい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 、全然大事にしなかったなと。そこまで、あ、本当に大事なんだなって。小数点刻んでくるんだ、ね、刻んでくる、うん、はあ、そうですか。清さん、なんか面白いエピソードが残っていましたらいや、それがね、本当来ましたね。やっぱコヨーテバンドやってて、佐野さんの面白いエピソードとか周りにも聞かれたりするんですよ、そんなのないのかって。だけどさすがにもう15年やってますと、その面白いのか面白くないのかもう麻痺してきちゃって一回なんか堂島くんが、はいはい、レコーディングに遊びに来たことがあったんですよ、はい、したら僕らが普通にレコーディングを進行してたら、うん、なんか僕の横で堂島くんがいちいち笑いをこらえてるんですよ、でどうもなんか佐野さんの言動とか行動とかにすごい受けちゃってるみたいなんですけど、僕らからするといつもの佐野さんなんで頭回してきちゃって分かんなくなってきちゃったんですよね。そういうことなんですね、はい、もう佐野元春さんにどっぷり使ったみたいな、はい、シールさん最初のレコーディングなんか、いや僕覚えてたの、ドラムのセッティングしてたらなんかパーカッションの音聞こえて、と思って後ろで見たら佐野さんがコンガ叩いてて、と思ったらこのパターン叩けるって言われて、まあ、セッティングもまだ終わってないですけど、あっってやり始めて、レックって始めて撮っていきなりもうそこからレコーディング始まったっていうのそうなんですか、ね、うん、もう佐野さん、じゃあアイデア思いついたらパッと実践するという、いや、まあこんなテンポが欲しいなと思って小松君に伝えるにはどうしたらいいのかって言って、それをなんか口で、ね、テンポの数を言ったって伝わらないから、まあパーカッション叩いてこのテンポでって、でそこから始まって、でもういい感じだったからこれもすぐレコーディングしたいということで、スタッフにもう今すぐレコーディングして、でもそんなところからレコーディングといつも始まる。あ、そうなんですね、うん、やっぱりグルーヴがすごく大事だから、でバンドが持ってるグルーヴはやっぱ独特なものだから、うん、とにかく小松くんがいい感じで叩き出す、そのテンポが僕たちにとっても心地いいわけだから、うんうんうん、とにかくグルーヴから全てが始まる、うん、なるほどね、うん、まあ、そういう音がこちらの方に詰まっておりますんで、まあ、当然皆さん聞いてると思いますけど、改めて聞き直していただいたら今のトークを参考に聞き直していただければなと思うわけでございますけど、でその後なんですけど、実はそのバンドの方はもうライブに明け暮れるという、そうでしたね、はい、うん、4年間ですか。そうですね、このコヨーテアルバムが出た後、うん、僕たちは全国各地のクラブハウスを中心に、はいはい、もう何度も何度も全国ツアーをやり、でライブでそのバンドとしてのサンドのアイデンティティを、ね、こう探しに行くという、だから4年間レコード出さずにライブばっかりやってバンドというのはやっぱり生き物なので、うんうん、まあ、譜面を見て上手に演奏するだけじゃなくて、うん、絶妙な、なんていうかグルーヴ感が生まれてくる瞬間というのがあるんですね、バンドというのを一緒にやっていて、ね、うん、はいはい、でそれを見つけ出すのはちょっと時間がかかったりするんだけれども、レコーディングスタジオではそれは見つけられない、やっぱりお客さんがいて彼らとコーラのレスポンスの中でいろんなものが決まってくる、僕たちのバンドとしての
サウンドもそうだしアティチュードもそうだし、だからやっぱりライブが一つの教室だというのはありますよね。でオーディエンスがいろんなことを教えてくれる、うんうんうん、で自分たちはここがいいねっていうその自分たちの居場所を探すというか、うんうん、でそれにはやっぱり1年じゃ僕は足りなくて4年かかったということですね。そうですか。でそのツアーの途中に俊介さんとアッキーさんが加入そうなんですということですか。途中からね、そう2人が入ってくれた。で、まあ、それまで僕のバンドにはブラスがいたりとか、うんうん、でキーボードが2台いたりとか、はいはい、そういうところでアンサンブル組んでたんだけども、うん、コヨテバンドを結成してからは合計のギターバンドにしたいというところで、やっぱり僕の楽曲はいろいろなタイプの曲があるからキーボードでやっぱりハーモニーを奏でてほしいということで俊ちゃんが入ってくれた。なるほど、うん、そうですか。逆に俊介さんはその佐野さんのバンドに加入というのはどんなお気持ちだったんでしょう。電話がかかってきた。電話かかってきたんですか。佐野元春さんが電話かかってきました。それびっくりしますよね。びっくりしましたよ。非通知でしたけど。まあそれはいいんですけど、はい、まあでも僕は小松くんとは長くて、ええ、結構20代からずっとやらせてもらってたんだけど、うん、清志さんだったり深沼さんは、はい、もちろん知ってたけど一緒に音出したことなかったけど、ええ、もうすごいリスペクトするお二人だったんで、あでもすごいいいメンバーだなって、そこに僕も呼んでもらえたっていうのはすごい光栄で、うん、でまあやっぱ実際音出した時にこのメンバーで出したその音圧感っていうか、もうそれがすごいかっこよくてめちゃめちゃ。そうですか。アッキーさんはどうだったですか、佐野さんのバンドに誘われてっていうのは。僕は深沼さんから、最初はお声掛けいただいてて、はい、その2年前ぐらいに赤坂ブリッツのいわゆるコヨーテのライブを僕見てるんですね、うん、で、まあ、みんな知り合いのミュージシャンでもう佐野さんと一緒にやってることに感動してたので、まあマジかって思ってすごい緊張して、うん、アッキーは、はい、僕深沼君に相談したの、ギターもう一人いたら5件だと思うんだけど、うん、どうっつって、で深沼君がいいギタリストがいるっつって紹介してくれたのがアッキーだった、うん、ギターの場合はやっぱ譜面にならない相性っていうのがすごくあるんですね。ギターっていうのはチューニングが割と特殊というか、完全に合ってればいいっていうもんでもないし、ギター2人の時にそれぞれがすごくいいギタリストなのにどうしても合う合わないっていうのがあると思うんですよ、うん、で僕やっぱりアッキーと一緒に音を出した時にやっぱりもうすごく2人以上の音にできるっていうのがあって、うん、でやっぱ彼の音とすごくそのピッチ感とかタイム感とか音色とか、うん、すごくやっぱ相性がいいなともともと思ってたんで、それで声をかけさせて。そうですか。まあ、そうやってでもバンドでこう4年間のいわゆるこうツアー修行をした後に出たのがこちらということになるわけですね。ゾーイということ。そうですね、はい、まあ、僕たちこのメンツになってやっぱり全国ツアーずっとやっていて、で国際フォーラムで、うん、コンサートやった時、ね、僕は感じたんだけども、あ一つの何か沸点が来たなという実感があって、うんうん、この調子でレコーディングしたいと言ってみんなでスタジオ入って作ったのがこのゾーイでした。なるほど。この時のことをよく覚えてるんですけど、はいはい、世界は慈悲待っている、はい、これのリフが、まあ、あるんですけど、はい、佐野さんが、まあ、いわゆる考えたリフですね、うんうんうん、それをみんなでそれどうやって弾くのどうやって弾くのって言ってスタジオでみんな揃って同じリフをみんなで練習したんですよ。でみんながわこんなことであるんだ、こうか分かんなかったって言ってすごいスタジオが盛り上がってこのレコーディングをした覚え。佐野さん覚えてますか。覚えてる。おで、まあ、ギターの打ち合わせだから、まあまあ、ギター3人でやればいいんだけど、しゅんちゃんもしゅんちゃんとか混ざってもう小松くんもみんな入ってきてそう弾いてみたくなっちゃった。全員サボーってる。バスギターに似合われちゃう。しゅんちゃんあんま人のこと言えないから。実際この世界辞表待ってる曲は2つしかコードが2コードですよ ね、 そ う、 ね、そうなんですか。そうなんです。じゃあバンドビギナーの方もコピーしようと思えばできるかもしれない。あできるだろうね。あ、まあ、でもそんな簡単なもんではないんだと思いますけど、ね、そのコードにたどり着かないと思います、ね、あそうですか、うん、ち
ちょっと言われて発明みたいな行動。発明です。発明。あ、そうですか。リフがもう発明なんです。あ、そうなんですか。うん、その光景を見て、なんか一つこのバンドがなんかちょっとこうまとまった感じが僕はそこで、なんかちょっと僕の中では少し転機だったんですよね。この曲が。そうですか。うん、ということですよ、佐野さん。まあそうです。だから佐野元春、そしてみんなっていうちょっとこう境界線があったのが、うん、もうその世界を辞表を待ってる事件があった後、事件があった後に事件があった後に垣根が取れなくなったというね、うん、はあ、リフが垣根を取っ払ってくれたという、そんなエピソードでございますけどね。そして、アルバム的に言いますと、まあ、その次がもうこちらになるんですよね。ブラッドムーンということになるんですが、うん、これはいいね、はい、これはもう今アナログの方で私紹介させてもらってるんですけど、私もこのアナログは持っております。これもジャケットがなんといっても、うん、ヒプノシスです ね、 そうですね、デザインが、はい、佐野さん的にもこれはもうレコードをイメージして、うん、あのまあ、今 CD とかダウンローディングの時代だけども、うんうんうん、僕はやっぱりずっとアナログレコードで育ってきたので、はい、アナログ 30cm で5弦のアート枠を作ろうということで作りました、うん、そうですか、うん、これはね、なんか、うん、何かに取り憑かれたように、うん、やったレコーディング、何かすごいインスピレーションが来て、それでみんなにどんどんアイデアを渡して、そうするとみんなそのアイデアをもう自分のアイデアとして僕に返してくれて、すごいキャッチボールがすごかったのを覚えて、うん、で、なんていうかもうどんどんできるんですね。それで、あ、もうキリがないなって、だからどっかで止めなきゃって思ったけど、うん、そういうレコーディングだった。そうですか。これあの誰かの神ってあるじゃないですか、はいはい、これあの最初インストゥルメンタルで撮ってたんですね。あ、そうなんですか。で、あの出来上がったらあの歌が乗っかってたんで、じゃあ、うん、コヨテバンドの皆さん知らなかったんですか。そうそう、レコーディングした時はあのもうセッションでやったんです、みんなでせーのでワッとやって、まあ、好きなようにっていう感じでやったものを、佐野さんが構築をして、そっか、私の太陽とかもそう。あ、そうなんだ。え、それも元々インストだった。そうです、あんまりそんな決めずにやったような、うん、そうです。僕もピアノソロ弾いてるんですけど、なんか弾いてって言われて弾いた記憶がないこんなことやってたんだ、うん、こううまく佐野さんの曲の中で、だから僕もみんなも何かに導かれるかのようにどんどん進んだかというのは不思議な体験をした、うん、アルバムは、うん、じゃあ聞き返したらきっとメンバーの皆さんも発見があるんじゃないかという。あとこのぐらいからじゃないですか、佐野さんものすごい曲次から次へとこう曲ができちゃってしょうがない、すごい。まず曲ができて、で、まあ、ラフに自分でこんなイメージっていうのを作ってみんなのところに持って行って、でスタジオであのセッションするんだけど もうとにかく曲がどんどんできるわけですよ。それでもうみんなとこうレコーディングするんだけど、レコーディングある曲をレコーディングしてる時にもう次の曲のレコーディングのことを考えてすごい僕、まあ、佐野さんと一緒にプリプロやってますけど、はい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 、この時デモ曲が83曲あります。83曲ですよ皆さん、はい、それ捨ててる曲どうしてんですか。まあ、捨ててはいない。あ、まだ取ってありますよ。取ってあるけど、あるけど、まずそれはあの日の目を見ることもあるけど、とにかくブラッドムーン作る前には、たくさん曲を書いて、でその中のベスト曲をあのアルバムにしようっていう、そういう気持ちだった。はあ、それにしても80曲超えのプリプロってすごいですね。そうだね、すごいですよ、うん、佐野さん寝てないんじゃないかな。佐野さん寝てない説出てますよ。ちゃんと寝てる。寝てますちゃんと寝てる。ちゃんと寝てるっておっしゃってますけど。そしてですね、コヨテバンドとの最新作がこちら、マニジュ、そうですね、ということになります。2017年ですから、うん、もうこれも3年経とうとしてるんですか。そうね、はい。これはね、ブラッドムーンまで、コヨテからゾーイ、うん、ブラッドムーン、この3作でかなりその
コヨーテバンドとしてのバンドのアイデンティティをもう確立したなと思って、でライブももうすごいグルーヴィーでご機嫌になってきて、で4作目ということで、それまでのコヨーテサウンドとはちょっと違う新機軸をファンに聴いてもらいたいと思って取り組んだのがこのマネジュー。なるほど。一番最初のレコーディングステーションで僕ら試したのはスミレ。ああそうなんだ。でとにかくまだマネジューの間の字もなかった頃にね、とにかくレコーディングスタジオ入ってみんなと新しいアルバムのためにセッション始めようと思って、うんうんうん、最初に録音したのがスミレと天空バイク、はいはい、2つとも2曲ともそれまでのそうですクヨーテのなかったサウンドだよ ね、 でこれがもう見事にねドンピシャでいいサウンドが取れて、うん、で僕はこの方向だってそこで掴むんです。マネージュの方向性を決まったんですね、うん。でも僕も佐野さんに何度もインタビューさせてもらってますけど、このアルバムでコヨーテバンドのサウンドが本当に確立したみたいなことだと思うな、あのこのアルバムのプロモーショナルツアーの一番最後でこのマニジュからの曲を全曲やったんだけれども、うんうん、もうその完成度はあのもう僕たちも実感できるくらい素晴らしいもので、うんうん、でやっぱり、14年前、その当時14年前にバンド結成して始まって、一つの沸点がこのマネージュのファイナルにあったなっていう実感をね、うんうん、持ちました。すごく嬉しかった。そうですか、うん、それはバンドのメンバーの皆さんも同じですか、うん、小松さんどうですか。いやなんかもう積み上げてる感じはありますよね。最初は本当試行錯誤だったんですけど、うんうんうん、なんか途中からあうんの呼吸っていうのがなんかこうあるっていうか、 それはいつできたかは分かんないですけどね、なんかやっぱそういう風になってくんだなっていうのが、今も単純に楽しいっていうところで、うんうん、あとなんか誰かが何を会話ってるのを感じるっていうか、あ、そうですか。それはありますね。そういうことだね。なんか、でもここでね、一つのバンドの頂点を迎えたということは、うん、こっから先のねコヨーテバンドどんな風に進化していくのかもものすごく気になるんですけど、うん、そうだね。その辺佐野さんどんな風に、まあ、バンド結成してからみんなと一緒にこう旅に出るようなもんでね、あちこちに行って同じ景色を見て、オーディエンスたちと向かい合って喜んだりがっくり来たりということも繰り返しつつ、やっぱり次にどこに行くのかというのは、うん、やっぱり僕たちにとってすごく大事で、まあ、こっち行こうというのはまあ僕の役割なんだけれども、こっちに行こうって言ったのはすごくエキサイティングで楽しいところであればみんなも喜んでくれるし僕も一緒に喜べるし、でもこっち行こうととかゴリ夢中でなんだか変なところだとしたらみんなも困るし、まあ、僕も困ってしまう。だから新しいアルバムを作ろうって取り組むあの初めの段階っていうのは一番なんていうか僕にとってはもう気が気じゃない日がずっと続くって感じ。なるほど、うんうん、まあ、今年はね15周年ですから、まあ、ここから先の新しい一歩、まあ、佐野さんにとってもバンドにとってもまた未知の新しい時と扉を開いて僕らがまだ見たことのないような素敵な音楽の景色を見せてくれるんじゃないかなという。もちろん、まあ、実際マネージュレコーディング終わって、うん、マネージュツアーが終わってその後しばらくしてもうすでに僕たちはあの今年からねレコーディングが入ってる。あ、もうしてるんですね。そうで試行錯誤してもう何曲か撮ってるんだけれども新曲を、うんうん、今その中で次の方向性を、探ってる途中です。そうですか。でそんな中で、はい、あのポーンとできてきたのが、うん、さっき僕たちがミュージックリップでやってたエンターテインメントっていう曲、これはね一発出してレコーディングした時にあなんか来たなっていう感じがあってみんなに聞いたらいいねって言ってくれたので、うんうん、じゃあまず次のアルバムが生む前に
今の僕たちの現在進行形の様子をファンに聞いてもらいたいというところでシングルとして出すことを決めた。なるほど。それが4月の22日ということですので皆さんお楽しみにしていただければと思うんですが、さあ今シングルの発売のお話が出たんですけども、それ以外にもまあ皆さんご存知の通り佐野さんは今年40周年アニバーサリーということでスケジュールの方がいくつか決まっております。あ、どうぞ佐野さん、どれですか。これ、これですか。ベストアルバム、ベストアルバム、これぜひ皆さんに聞いてほしい、うん、はい、だコヨーテバンド15年 の、うん、あの仕事をまとめた、うん、僕たちバンドにとって初めてのベストアルバム、うん、そういうことですか。はい、これでも変な話ですけど、あのある曲をただこう集めたという。ああ、全然分かってない。分かってないですか。やっちまったやつですかこれ。ただ寄せ集めじゃなくって、はい、やっぱりこうディスクが一つ二つ二枚ついてるんだけども、うん、それぞれにこうテーマを持ってるし、それから全曲並べてみんなが聴いてくれた時、その僕たちランニングオーダーって言うんだけども、あのご機嫌に聴いてもらえるように曲順も工夫するし、うん、それからある曲に関しては、まあ、5曲ぐらい新しいミックスをしてるし、テンポを変えたりして、うんうん、2020年の新しいバージョンとして作り変えたものもあるので、ぜひすごく楽しいので聴いてほしい。このエンターテインメントという新曲も入ります。入るということでございますので、うん、ぜひ皆さんアルバムの方の発売が5月の27日の水曜日リリースということですので皆さんよろしくお願いいたします。さあそしてですね、佐野さんの今年アニバーサリーイヤーということでまだまだ重大な発表がございます。こちらちょっとめくっていこうと思うんですけど、佐野元春40周年アニバーサリー前夜祭じゃんということで来ました。振り替え公演決定ということでございます。おめでとうございます。ありがとうございます。6月の4日木曜日に KTZEP 横浜でということで40周年目のアンジェリーナ。そうですね、はい。まあ、残念ながらね、当初の予定はコロナウイルスの影響で、まあ、これ中止かなと思っていたら延期という、そうですね、ことでございます。はい、はい、あのぜひ、まあ、40周年やっぱファンの人たちと一緒にあのスタートを切りたいという気持ちもあるので、うん、まあ、横浜だけの公演なので来られるファンの人たちは限られてはいるんですけども、やっぱり絶対、振り返り公演にするぞということでスタッフが動いてくれて、なるほど、で6月4日決まりました。そうですか、はい、うわ、もう僕はもうファンを代表してありがとうございますと言わせていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、それ以外にもこちら行きましょう。40周年アニバーサリーツアーじゃんということで ZEP ツアー全国7カ所9公演ということです。ベストアルバム僕たち5月に出しますけれども、うん、このベストアルバムを出した後のツアーですので、うん、ベストアルバムの曲順通り演奏しちゃってもいいかなと思ってマジですか。今初めて聞いた手でございます初めて思って。いや、それくらいライブで並べて演奏してもちゃんと完結した作りになってるよっていう、っていうことですね。はい、ということは、まあ、ツアー前にこちらのベストの方を予習してくるとさらにライブの方を楽しめると思います。さて続いてなんですけど、はい、9月から12月全国ホールツアー全20公演以上と言っております。これはね、まあ、ZEP ツアーから続いて全国ホールツアーは、これは僕の40周年の、ツアーになるので、コヨーテバンドベースの、うん、コヨーテバンドグランドオーケストラ的なメンツ で僕の初期のクラシック曲もたくさん演奏するような、はい、そういうツアーになります。なるほど、うん、楽しみですね。そして最後こちらでございます。ファイナルツアーというのもございまして、アニバーサリーファイナル公演、大規模会場でのライブを予定、3月から4月ということですが、もうこれ来年の話で、ね、そうですね、はい、うん、やっぱ始まりがあれば終わりが必要ですから、うんうん、40周年アニバーサリーの最後にはやっぱ大きいベニューでドカンとやりたいなという感じです。そうですか。わあ、もうこれもう全部行きたいです。僕全部してください。ありがとうございます。まあ、いろんなところで僕もレポートまた書かせていただければ、ね、思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。じゃんということで、今日初めて発表になったインフォメーションたくさんあるんじゃないかなと思いますので、皆さん今、この TV ショー見ながらドキドキしていると思いますけども、まあ、チケットの詳しい情報などはまたホームページで発表になると思いますのでよろしくお願いいたします。さてもうそろそろお時間ということなんですけども、うん、まあ、コヨーテバンド15周年そして佐野さん40周年ということなんで、うん、せっかくなんでなんか一言ずつコメントをいただきましょうかね。まずはじゃあ油断してる小松さんから、はい、15周年、まあ、佐野さんへと、そしてファンの皆さんに何かコメントいただければと思うんですが、はい、ありがとうございます。はい、やっぱ15周年経って、あ、こっちか、15周年経って、はい、
こまれてきてます。そしてそして、ますます楽しいライブなんでぜひお越しください。ありがとうございます。ちなみに小松さん的には、はい、あの佐野さん の、はい、まあ、あの名前を変えるとしたらはやぶさ Z ってのありました、はい、いやあの僕もテレビあれ見て、めっちゃ笑ったんですけど、あこれ前打ち上げの焼肉屋さんで聞いたことあるって思って、5年ぐらい前に一回聞いてると思って少しずつ何気なくどうかなというのはみんなアピールしてるんですよ。反応見てるんですね。そうなんですか。そうですか。ちなみに賛成か反対で言うと、いやこれどっちかなあの、いや面白いんですけど、そのずっとハヤブサジェットだと困るな。困りますよ、しますよね。ハヤブサジェット&ザコヨーテバンドって、ジェットさんって言わなきゃいけないですというところでございますけどね、はいはい。次は清さんよろしくお願いします。はい、はい、ですね、まあ、こんなご時世なんですけども、実は今日みんなに久々に会えて嬉しいです。この笑顔見てください皆さん、頑張るぞ頑張るぞというね、はい、ちなみに清さんはその解明問題はどんな風に受け止めましたか。ノーコメントで。スパムさん、佐野さんに、そしてファンの皆さんに、はい、はい、もうこの方々の結集、そしてサウンド、この力強さ、もう年々増してきてますんで、このアニバーサリーイヤー、まあ、コヨテバンド15周年、佐野さん40周年ということで、ますますパワーアップしてきますので、ぜひそれを体感していただきたいなと。アルバム、ベストアルバム、そしてライブ、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、じゃあ、アキさんお願いします。はい、うん、今年はたくさん佐野さんと、コヨテバンドの皆さんと、共にする時間が長くなることがとても楽しみです、はい、よろしくお願いします。しんすけさんお願いします。はい、はい、15周年ということですけど、まだまだ全然始まったばかりな気持ちでいつもいて、で本当に毎回毎回常にアップデートされていくし、このバンドはですごい今旬だなって常に思わせてくれる、うん、このバンド旬なんじゃないかっていう、だから今すごいこのタイミングでツアーできるのすごい楽しみだし、うん、そうね、すごい最高のサウンドを鳴らせるバンドじゃないかなと思ってますんで、うん、ぜひ皆さん会場に遊びに来てください、うん、はい、ありがとうございます。ピークを更新しているという、そういうことです、ですね、面白いです、はい、うん、そして倉間さん、はい、はい、コヨテバンド、15周年ということですけども、もう本当にこのバンドが充実して楽しくてあっという間だったので、これで15周年ならもう本当に20周年25周年まだまだいけるぞと、うん、思ってますんでね、今一番本当にね、ライブが、楽しくて、それで充実したライブができてると思うんで、ぜひ皆さん会場に見に来てください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そしてもう締めは佐野さんでございますけども、何、いやもうまずはバンドの皆さんに何かありますか、この15年。いや15年も一緒に旅してくれてありがとうって感じだよね。なるほど。でも15年なんて全然感じてない。感じないですか。うん、3年7ヶ月ぐらいだその7ヶ月がよく分からない3年7ヶ月7ヶ月、うんうん、佐野さんがそう言ったらそういうこと、うんうん、テンポ決めるときもやっぱり128分、やっぱ細かく、はい、3年とかざっくりしたもんではなくて、うん、3年7ヶ月の感じということなんですけども、まあ、今日たくさんの方ご覧になっていると思いますけどね、うん、まあ、今ちょうどコロナウイルスでなかなかねライブができなかったりとか、そういうことで皆さんもね好きな音楽が直で聴けなくてフラストレーション溜まってる人もいるんじゃないかなと思うんですけど、なんか佐野さん、僕はもう初めて佐野さんの音楽を聴いたの何歳だろう、もうそれこそ中学生のぐらいからずっと聴いてて、はい、初めて佐野さんに会ったのはカフェボヘミアミーティングツアーで、佐野さんが八王子市民会館でライブをやった後にあのデニーズに寄られてるんですよ。あ、そうインターチェンジの入り口のとこにあった八王子ので、僕はそこで友達とご飯を食べていたら佐野さんとハートランドの皆さんが入ってきて、うわさっきまで見てた佐野さんだと思って、あの時のツアーパンフレットに全員のサインをしてもらったのが今でも宝物として持ってるんです。それはすごいね。今日まさかこうやってモタル TV ショーの私、まあ、ちょっとなんちゃって MC な感じなんですけどやらせていただけるなんて本当に佐野さんの音楽を聴いてると夢が叶うんだなという、ことを教えていただいてるんですが、はい、まあ、80年代から僕の音楽を聴いてくれてる方たちを、まあ、視聴者の皆さんもたくさんいると思うんですね。で、まあ、ライブツアーっていうのは何ていうか、僕にとってはあのそうして僕の音楽をずっと聴いて、で年月を経て一緒に経てきてくれた人に、あ、僕の方から
こんにちは、僕も元気でやってますっていう、そういう挨拶をするような感じなんですね、毎回毎回、うん、で今回、まあ、それが、こうやってバンド結成15年、そして僕のキャリア全部で見ると40年経ったということで、40年経ったってことはきっとオーディエンスもそれだけね、年月経っても、もちろん10代20代の新しいファンたちも聞いてくれてるのはすごく嬉しいけどね、とにかく僕たちがこう作ったサウンドはそこで完成してない、うん、やっぱりライブで演奏し、みんなの前で演奏して、どうこんな感じでって、みんな気に入ってくれたって言って、みんなからわーって拍手もらえると、そこでなんか曲が完成するというイメージがある。でそんなこんなでもう40年間やってきてる。だから、今年も40年ということでベストアルバムを出す、新しいアルバムも今控えてる、はい、それをオーディエンスをみんなで、演奏して、そこでやったねっていう実感をやっぱりバンドのみんなで、喜びを共有したい、ね、その喜びは必ずファンのみんなにも伝わっていくはずだから、それを繰り返していきたいと思ってる。なるほど。この元春 TV ショーというのはまた今後やる予定とかは、視聴者の皆さんが面白いねって言ってくれたら、あ、本当ですか。ぜひ皆さん面白いっていうのをなんか SNS とかで書いていただいてMC 上位横溝よかったっていうのもちょっと書いていただいて、次にクリスペーパラーに変わってる可能性がありますので、そうでございます、はい、いやでも凝ってるよね、これすごいですよ、これとか、これマグカップもあるんですよ、皆さん気づいてるんじゃないかなと思うんですが、僕ギャラいらないんでこのマグカップいただいていいですか。僕このセット見るときなんかジミー・ファロン賞かと。そうなんですよね。で後ろニューヨークじゃなくてちゃんと東京で、東京にローカライズされてるという素晴らしいんですよ。このちゃんとパネルとかも作っていただきまして、素晴らしいセットの中をお送りしたわけでございますけど、実は私もラジオの方の生放送がこの後控えていまして、あそうなんです、インターFM、インターFMです、デイフロムショー、また佐野さんも遊びに来ていただければと思います、はい、よろしくお願いします。じゃあ僕もこのまま抜けるみたいな感じでよろしいでございますか。じゃあ皆さんを差し置きまして、一足先に失礼させていただきます。もうそうなんですよ、デイブが待ってるんで、あ、そうなん、あとはまた PV 撮影もあるんですかね、ということですので、すいません、じゃあ私お先に失礼させていただきます。佐野元春&コヨーテバンドの皆さんでした、ありがとうございました。